こんにちは。整備学園チャンネル、今日も楽しくやっていきたいと思います。本日はですね、整備学園茂原校の生徒にインタビューしてみたということで、司会を務めさせていただきます。茂原校の梅笠子です。そして今日インタビューに答えてくれるのが1年の花です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速やっていきましょう。イエイ。整備学園の学校説明会が10月よりスタートします。藤原先生、はい、学校説明会の内容を一言で教えてください。はい、整備学園の学校生活が体験できちゃいます。概要欄の方に特設ページがありますので、そちらからお申し込みしていただければと思います。それではたくさんのお申し込みお待ちしてます。整備学園チャンネル。はい、では早速質問の方やっていきたいなと思います。じゃあまずは花ちゃん。はい、花ちゃん、中学生の頃ってどんな中学生だったんですか？どんな中学生？なんか学校行くけど、うんうん、別室登校で、なんかそこでも授業も出ずに行って、時間になったら帰るみたいな、あ、そんな感じでした。なるほど、学校には行ってるけど、なんか教室には入らずみたいな。そんなに勉強もせず勉強もせずなんか楽しく過ごしてたよみたいな感じなのかな。それはなんか原因っていうか理由があったりしたの？なんか小学校の高学年の時になんか鍵口みたいなのがいろいろあって、なんかそれで行きづらくなっちゃって、なんか中学入ってちょっと行けたけど、なんかやっぱりちょっとダメで、なんかそうなっちゃったみたいな。やっぱちょっとね、なんか怖いなっていう感じになっちゃったのかな。そう、怖いみたいな。まあ、そうだよね、ちょっと怖くなっちゃうよね、それでね。で、まあ、実際今こう、花ちゃんは整備学園茂原校に通ってきてくれているわけだけれども、はい、なんでこう、整備学園茂原校に出会ったっていうか、整備学園に出会ったきっかけっていうか、そういうものってなんかありますか？なんか、中2の時に中3の先輩がなんか整備学園のオープンスクール行ってくるんだみたいなことを言ってて、あ、そうなんだと思って調べたら、あ、なんか楽しそうみたいなみたいな感じです。なるほどね。なんかこう先輩が行くかな、ちょっと私も興味持って調べてみたよ、うん、そしたらすごい楽しそうだから、そう、楽しそうって思って、で行きたいなって思ってた。お、行きたいなと思って。実際じゃあオープンスクールとか学校説明会とか来ました、来ました、行きました。行きました。え、その時はどうでしたか？実際に思ってた整備学園と実際に体験してみた整備学園って、え、なんか普通の調べただけもう楽しそうだったんだけど、来て、あ、楽しいみたいな。うん、もう音楽もすごいバーってなるし、楽しいし、やばいみたいな。そうだったんだ。じゃあイメージしていたものと実際に来てみたものはもうほとんど同じだったし、なんだったらそれ以上楽しいみたいな。わー、来てみたらもっと楽しかったっていう感じなんだね。あ、いいですね。じゃあそんなね、茂原校に整備学園に来て、まあ、高校生活すごい今楽しんでくれてるのかななんて思うんですけども。え、楽しいですよ。お、楽しい、よかった。高校生活っていう部分の中で特に楽しいことって何かあったりするんですか？特に楽しいこと、コースの活動とかも楽しいけど、みんなと放課後喋ったりゲームしたりするのがすごい楽しい。放課後みんなで過ごす時間みたいな、そういう感じのがすごい楽しいのかな。そう、それがすごい大好き。いいじゃないですか。素晴らしい。やはり高校ですから授業があったりすると思うんですけども、授業ってどうです？授業の様子というか。授業の様子、え、先生がみんな優しいし、授業も分かりやすいから、なんかまったーりしてる。あ、まったーりしてる。なんかすごいキビキビダダダーみたいな感じで進むわけではない感じなのかな。もうなんかもう進めてく進めてくみたいな感じじゃなくて、分かりやすくなんか一個ずつやってこうねみたいな感じで、あの、全然あの勉強してなくてもめっちゃ分かるみたいな。おー、いきなりね、こうすごいスピードで進まれちゃうとあーってなっちゃうけど、キャーってなっちゃうけど、うん、ゆっくりだから、あ、分かるみたいな。じゃあ先生たちはあれかな、あのゆっくり進めていく中で分からないこととかがあったら、あ、教えてくれます。教えてくれる、うん、先生とかって呼んだら、あの、ちゃんと教えてくれる。整備学園は転入生編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。整備学園チャンネル。まあ、じゃあもう一個ね、整備学園ならではなのかなとは思うんですけども、まあ、午前中にはこう授業やるじゃないですか。で、じゃあ午後は何してるのかな？
コース活動、クラブ活動っていうのかな、うん、クラブ活動、そうだね、クラブ活動やってますよね。クラブ活動やってます。で、花ちゃんは、その、まあ、クラブ活動の中でもこのクラブ活動が一押しみたいなのってあったりしますか？みんな大好きなんですよ、すごい楽しくて。でも踊るのが好きだから、そのダンスコースが一番好きです。いいですね、ダンスコース。僕の担当しているクラブなわけなんですけども、今日はね、一緒に踊ってましたよね。踊りました。、はい、じゃあ今さ、こうダンスクラブからもいろいろ練習してたりすると思うんだけど、まあ、なんかクラブ以外にも、まあ、イベントっていろいろあるじゃないですか。はなちゃん、今楽しみにしているイベントとかってあったりしますか？イベント、文化祭が楽しみです。文化祭、何が楽しみな感じなの？なんか1年生だし、なんか何やるかとか全然わかんないけど、うん、なんか楽しそうみたいな。楽しそうみたいな。文化祭イコール楽しいものみたいな、そういうイメージがあるから、整備学園の文化祭の楽しいに違いないみたいな、そういう感じなのかな。楽しそうみたいな。いいじゃないですか、文化祭ももちろんですけれども、学校行事もね、いろいろこれから先ありますので、それも楽しんでいってもらえたらと思います。はい、それではじゃあそろそろ最後の方の話になっちゃうかなと思うんだけれども、はなちゃん、今目標って、なんかやってみたいこととかってあったりしますか？特にないです。特にない、はい、まあこう、そうだよね、1年生として、まあ、整備学園入ってきて、まあ、5ヶ月ぐらい経ったかなと思うんですけども、まあ、その中ではちょっとまだ見つけられてなくても、これから先もしかしたらね、日々生活を送っていく中で、こういうことやってみたい、ああいうこと挑戦してみたいっていうのが見つかるかもしれないから、イエーイイエーイ。ね、ぜひ見つかったら、どんどんそれに挑戦して頑張ってやっていっていただけるといいかなというふうに思ったりもしています。はい、これも僕だけではなくてね、他の先生たちもみんな思ってることだと思うので、はい、やりたいことを見つけたらどんどん挑戦していっていただければと思います。はい、では最後にですね、この動画を見てくださっているの皆さんにメッセージがあれば何かお願いしたいなと思うんですけど。楽しいし、あとなんだろう、優しい。お、楽しい、優しい、あと、あと一個なんかください。先生としては楽しい、優しい、嬉しいかなと嬉しい思いますね。楽しい、優しい、嬉しい。お、いい、素晴らしい、なんか綺麗に3つ揃ったところで、イエーイ。はい、整備学茂原校ではですね、随時学校説明会と開催しておりますし、また個別面談なども随時受け付けておりますので、もし興味を持ってくださいましたら、お問い合わせの方よろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、整備学園茂原校でした。バイバイ。バイバイ。